さあということで今回から2週目ですね、クリア後の冒険をしていこうかなと思います。マップがねぱっと見またキノピオさん全回収した時のようなマークがねついていない状態に戻っているので、まあ追加ステージのこともあるんだと思うんですが、ぱっと見ねキノピオさんが増えてるみたいなことはなさそうなんですよね。で気になるのはもちろん、まあ、おそらく強化されてるのかなと思うんですが、ボス戦の後にまあ7、8、9と1のねステージ追加があるプラス、ここまでの道のりもなんかマークなくなってるんですよね。あったよね確か。なので何かしらパズルピースだったり、例えばあとは楽譜か、その辺のアイテムがまあどこかにあるサインなのかなみたいな、または追加されてるのかなみたいな、ちょっとそう判断しているので今のところ。なのでちょっと1の1から見ていった方がいいかなと思うので、とりあえず1の1入ろうかなと思います。まあ一度やってるのでとは言っても、まあテキパキとねやっていきますのでよろしくお願いします。おーやっぱさなんかあるよね、あるってことよな。え待って普通にあんだけど、えさすがに追加されてるピースだよねこれ、俺取り逃してるこれまさかマジで、え追加されたって信じないすごくただパズル E のピース1だね。でしかもここもなんかありそう、確か上行けましたよね。上ってすでに何かある場所だっけ、取った後というか。とりあえず一旦下見ますか。ここから上登ればね上も見られるかなと思うので、怪しいのは上かなとは思うけど、この矢印の先がさっきのところだよね確か。え、なるとやっぱ下なのか？おー、普通にあるわやっぱ追加されてるんだろうなこれ。追加されてるっぽいわ、普通にあった楽譜クッパ別荘2、クッパ別荘2ってことはこれは追加だ、じゃなかったらなかなかな壮大なネタバレになりますよねエリア1の時点でエリア8の話してるみたいな。あでマークつきましたね、まあ、追加された分も含まれてるってことかな。よし、では、こんな感じで、回収していきましょう。あ、いきなりだね。すぐ上にあったわ。さあ、取りましょう。パズル E のピース2。
あ、ここもなんかある。これ下大丈夫だね。さあ、ありました。連続だね。あったあった。さあ、ということで楽譜のランタッタ平地 M、 まあ大体3つぐらいってちょっと見積もっておきますか。それ目安でちょっとゴールしたり考えよう。よーし、ありがとうございます。さあ、大丈夫そうだね。では1の3行きましょう。あ、いきなりだ。いきなりどこかにあるぞ、これは。あー、あったあった、普通にあった。オッケーオッケー、これはもう飛んじゃいましょう。さあ、パズルイのピースさん。でもここもなんかありますね。普通にあった。パズル F のピースさん。あれ、ゴールだ。なんかもう一個ぐらいあるかなって思ったけど、どうなんだろう。な、50枚取れてる。あ、全回収できてないわ。何かしらあるってことだよね。まあでも分かりやすくていいね。これマジありがたいわ。こっちですかね。あと見てない場所といえば。あ、ここっぽいね。オッケーオッケー。ありました。これで大丈夫かな。楽譜イベント、よし、ゴールしよう。よし、ありがとうございます。大丈夫だね。では1の4いきましょう。あ、いきなりか。持っていくとかあるかな。持っていくパターン。案外普通にありそうな感じもしますけどね、ここまでの傾向上。ああ、上にあるね。オッケーオッケー。さあ、一つ目パズル E のピース4。
で、入り直して確認。大丈夫そう。お、このマップだね。なるとこの隙間とか、あったあった、おーし、ありがとうございます。パズル F のピース4、おー連続だあ、 あったあった、おーし、ありがとうございます。能力、楽譜、だいたい3つだからな。一回出てみよう。あ、大丈夫だね、オッケーオッケー。では1の子いきましょう。まあいきなりだ。上は？あったの、連続だね。今見えましたね。じゃあ大丈夫か。取っちゃうか。よーし。の、大丈夫そうですね。2つだけだったっぽい。さあ、では1の6いきましょう。やっぱ強くなってんのかな？これはどうなんだ？あー、スキップ可能なんだ。よかったよかった。おーし、では、頑張りましょう。あ、ニューステージって書いてある。すごく色合いがマリオワールド感あったマリオ感のある、まさに色合いでしたね。はい、よいしょ、こんな感じね。さあ、2回目。さあ、3回目。え、なかなかスムーズ。あー、しまった。これ間に合わないかな。これ届く。これ飲んでるよね、飲んでるよね判定あり。届け届け、飲めてなそう。
はい、よーし、ありがとうございます。まあ戦い方そのものは変わってないかな。どうなんだろう、体感的にあんまり強くなったっていうイメージは正直なかったです。エリア2のニューステージ、あれ、エリア2のニューステージ、え、エリア2のニューステージ、え、待って。あ、じゃあ戦わなくてももしかしていけた一度なのってあ、入れる、やりましょうか。さすがに難しいですかね。うわー、早速来ましたね。コイン欲しいんで、あえて打撃攻撃で倒します。コインもね、もしかしたら使うかもしれないんで、極力貯めていきたいっていう気持ちはある。はい、あー、また覚える系のやつか。そうか、これ上から順番でいいのかな。順番あるよね。上というか左から順番か。なんか今更なんだけどさ、操作してないとカサさん、ピーチさんを食らうんですね食らっとるね、これは。ああ、ここは違うのね。あら、ああ、そっかそっか、左から順番だよね。失礼しました。水色に連続じゃないわ。そうですね、よーし、だいぶあるな。結構遠いな。なんかありそう。なんもなかった。こっちからは完全に繋がるだけか。さあ、どうやらこのマップに何かありそう。お、ガボンさんだっけ。出るんだ。うわー、やばい3D ワンワンさん来た。この謎の立体感ありましたね。普通にやったわ。オッケー。さあ、パズル G のピース18。おー、シゴールデンさん、ありがとうございます。
あ、とりあえず1個だけなのかな。ぽいよね。では1の8いきましょう。いきなり回復あって、今のはなんだすごい勢いで飛んでるけど、ああ一応倒せるんだ。まあとにかく上に行けばいいのかな、これは。ちゃんと追いかけてきてる。おお、危ねえ。で、ここはここだ戻ってきました。これもう数打っていくしかないですよ。来なかった、多分今の見つけていくのかな。まあコインもちょこちょこ手に入るからな、全然片っ端からやってっていいと思う。はい、はい、結構あるな、ルート。あー、しまった無理やりんでもやり直す。まだ全部か、これで。次で、あら、普通に戻ってきちゃいましたね。そうか、それでこっちがいけるのか。よし、では行きましょう。ね、このマップっぽいね。で、タオパイパイゾーンがある。さすがに入れたりはしない。あー、多分これ上から行くパターンかな。こっちではないね。ってなるとタオパイパイエリアか。ゲージを回復させよう。あー、しまった、危ねー。ってなるとここっぽいっすよね。これで良い。よーし、取れました。パズル G のピス19、これでゴールかな。ありがとうございます。よし、大丈夫そうですね。では1の9いきましょう。回避された。あ、いた。
一番何もなそうですね。とりあえずしっかりと倒していこう。ああ水中あんの？マジで？やばー。ああウニゾーン、ウニゾーンが。多いっすね。あ、2回踏む子いる。この子もマリオワールドにいらっしゃいましたよね。そんな難しい位置にいないことを祈りたいが、とりあえずこのマップっぽいんだよな。完全に上のマークだけど大丈夫かな。あ、あったあった。よし、ありがとうございます。パズル G のピース20。まあ入り直しでピースさんの表情で確認できるのでおそらく大丈夫。ゴールだね。ありがとうございます。とりあえずこれでエリア1は回りきれましたね。取れてる。よし、オッケー。ということで、ランタッタ平地これで、大丈夫かな？で、確認しようか。あ、マークつきましたね、改めて。オッケーオッケー。で、こんな感じでやっていけば良さそうかな。では、次回は毛利の森行きましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、ツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。